今日は大阪市東住吉区にある百済貨物ターミナル駅にやってきました。2013年の梅田貨物駅の廃止に伴い、梅田貨物駅の機能が吹田貨物ターミナル駅とこの駅に分散移転されました。その際にコンテナホームが新設され、26両編成に対応するなど機能が増強された貨物ターミナル駅です。またこの駅は幹線道路に面しており、頻繁にトラックが出入りしてコンテナの積み替えが行われています。広さは15ヘクタールと甲子園球場の約4個分です。ここが百済貨物ターミナル駅です。西側には東武市場前駅があり、この駅の出口を出るとすぐに貨物ターミナル駅を一望できる歩道橋があります。東側には平野駅があり、貨物ターミナルへの到着列車は平野駅の構内を通過します。この駅のホームからは到着後の入れ替え作業などを間近で見ることができます。さて、この駅で貨物列車を待ちましょう。赤い電気機関車が近づいてきました。レッドサンダーですね。これは EF510 型の4号機ですね。通過後、しばらくすると、先ほどのレッドサンダーが入れ替えのためにコンテナを牽引して平野駅に戻ってきました。全軒開けの綺麗な車体を間近で見ることができました。しばらくすると、今度は EF65 型2091号機が平野駅を通過しました。平野駅を出て少し、貨物ターミナルに近づきます。200メートルほど移動しました。EF65 型の入れ替え作業が始まりました。
コンテナを切り離して出てきました。この後 EF65 型は配給の運用となります。少し移動します。最初に紹介した歩道橋までやってきました。先ほど撮影した EF65 型はこの位置にいます。さらに移動して電気機関車がよく見える位置に来ました。こちらの EF66 型122号機はあと40分ほどで発車します。運転士による点検が行われているようですね。レッドサンダーにも運転士が乗り込みました。さて、また EF65 型の近くに戻ってきました。貨物ターミナルを歩いて一周したことになります。後ろのサメは発車まで時間がありますが、ライトをつけて早く発車したいように見えます。そろそろ EF65 型の発車時間です。とても静かに、しかもライトも遅れ気味に点灯して発車しました。ゆっくりと進む姿はお年を召して少し疲れているようにも見えます。サメが発車するまで待っていられないので平野駅まで移動します。サメがやってきました。今回は百済貨物ターミナル駅と平野駅を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。